東山給水塔、北東から見る東山給水塔は愛知県名古屋市畜作田代町座4、観音道祭にある名古屋市上下水道局の給水施設。かつては東山排水塔と呼ばれていた名古屋最古の給水塔で高さは37.85メートル。東山排水塔は名古屋市水道部の成瀬香ルの設計による給水塔で 東山排水場の敷地内に1930年3月に完成。鍋や上の浄水場から送られた水を、登場の貯水槽までポンプで一旦押し上げ、自然流下による圧力を利用して、格尾山地区の高台に排水していた。1973年2月まで排水棟として使われてきたが、1979年に災害時用の応急救水施設となった。 ここには常時300立方メートルの水が蓄えられている。建設時の登頂部は平らであったが、1983年の改修時に戦闘場の屋根が付けられた。普段は非公開だが、毎年春分の日と8月8日には一般公開され、塔の中に入ることもできる。1985年には厚生省の近代水道100選に、 1991年には第2回の名古屋市都市景観重要建築物に選ばれた。1921年の合併の際、名古屋市は人口100万人を目標として水道の拡張計画を立てることになった。第2期の拡張事業では当時の東口草町、現在の蓄作西部への水道管敷設が行われた。 その後、郊外住宅地の開発が急速に進行したため、1925年からの第3期拡張事業として、高台地区への給水のため給水塔の建設が行われ、1973年まで使用された。その後、1979年に展望所が設置された。ありがとうございます。